トット・クリストファー・マーティンは、アメリカ合衆国入りの異衆、ヒンズデール出身の元男子、プロテニス選手。1994年全豪オープンと1999年、全米オープン男子シングルスで、4大大会準優勝2度を記録した。シングルス自己最高ランキングは4位。ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルス5勝を挙げた。身長198センチメートル。 体重9 0ラムの長身選手。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。マーティンはアメリカ人の男子プロテニス選手として、アンドレアガシ、ジムクーリエ、ピートサンプラス、マイケルちゃんなどと同年代に位置している。彼は4大タイトルを獲得できなかったが、前述の名選手たちと共にアメリカ男子テニスの黄金時代を築いた一人だった。 イリノイ州のノースウェスタン大学で2年間プレーした後、あと1990年にプロ転校。前述の仲間たちに比べると、マーティンのプロ入りはかなり遅い。1993年5月にコーラルスプリングス国際テニス選手権で ATP ツアー初優勝を果たし、初めて世界ランキングトップ10に入る。1994年前後オープンで、 初の4大大会決勝に進出したが、ピート3プラスに6から7、4から6、4から6のストレートで敗れて、準優勝になる。この年は、ウィンブルドン選手権と、全米オープンでの準決勝進出もあった。1996年ウィンブルドン選手権で2年ぶり2度目の準決勝に進出したが、マラビーやワシントンとの試合は度重なる、雨の中断に悩まされ、7から5、 4から6、7から6、3から6で日没順延になる。翌日に持ち越された第5セットで、マーティンは何度かのマッチポイントを逃した末に8から10でワシントンに敗れ、決勝進出を逃した。1997年は故障に悩み、シーズン7ヶ月間を棒に振ったが、1998年に2大会で復活優勝を遂げる。 1999年全米オープンで5年ぶり2度目の4大大会決勝に進出したが、今度はアンドレアガシに4から6、7から6、7から6、3から6、2から6のフルセットで敗れて、準優勝に終わった。2000年シドニー五輪に出場したが、シングルス1回戦でライナーシットラーに敗退している。マーティンは2004年全米オープン男子シングルス1回戦敗退を、 最後に現役を引退した。2006年からは、世界各地を転戦して行われている、シニアツアー大会アウトバックチャンピオンズシリーズに参加。2007年シーズンは、3プラス、ジョン・マッケンローラ往年の名選手を抑えて、総合優勝を遂げた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。